はい、みなさん、どうもー、眠りさくらです。はい、ということで今日はですね、何をやっていくかと言いますと、今日はシシマヒ女子の寒さ対策についてお話ししていきたいと思います。で、私はね、夏と冬だったら冬の方が苦手なんですね。っていうのも、まあ、シシマヒがあるからこその寒さによる体の変化があったりとか、あとは車椅子で外は移動してるんですけど、車椅子で生活しているからこそ、その寒さにこう影響を受けたりとかすることがあって、なので今日は寒いと体にどういう症状が出るのかとか、あとは寒さ対策ですね、私がやってる寒さ対策についてお話ししていきたいと思います。はい、今日はですね、昨日めちゃくちゃ具合悪いような動画を上げたと思うんですけど、そう、今日はね、昨日よりは全然よくね、眠れたっていう感じがします。はい、まあ、完全に寝れたっていう感じではないんですけど、これぐらいだったら全然先週ぐらいな勢いで生活できるなっていう感じです。っていう感じで今日はやっていきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。それでは早速スタート。はい、ということで早速お話ししていきたいと思います。はい、でシシマヒ女子のこう寒さ対策なんですけど、こうシシマヒって言ってもいろんな症状があるんですよ。で、麻痺もいろんな種類の麻痺があるので、その一概に、まあ、私がこうだからこう麻痺を持っている方々がみんなそういう症状で悩んでるっていうわけではないんですけど、私の場合は寒いと筋肉がね、固まりやすいっていうのかな、ガチガチになっちゃうんですよ。その動かしにくくなっちゃうっていうのがあって、朝が特にね、その寒いと足とかがガチガチになっちゃって転びやすかったりとか、あとは手先の麻痺もね、ちょっとひどくなって、出勤して少しこう手をね温めないと、パソコンのタイピングとかはなかなかね打ち間違いが多くなったりとか、なんかそういうのがあります。あとはやっぱ買い物行ったらお釣りを取るのに時間がかかったりとかっていうのがあります。まあ、その寒さによって体が動かしづらくなるっていうのがあります。そう、ガチガチになっちゃうんですよ、本当に。そうで、なんか一歩踏み出すのに結構なんか体力使ったりとかっていうのがあります。で、やっぱ車椅子でね生活していると、まあ、地面から近いのでやはり寒いんですよね。そう、地面から下からの冷気っていうのがすごい感じるので、車椅子乗ってる時は膝掛けは冬はね必須でございます。膝掛け何着かじゃないわ、何個か膝掛けはね何個か持っていて、そう、あとはこういうねニット系、こういうセーターみたいな服は多めにあるといいかなって思います。これだけでねあったかいからおすすめです。なんかね薄い服も私着るんですけど、やっぱちょっと肌寒いなっていうのがあります。そう、あとはなんといってもやっぱカイロですね。カイロをポケットに入れてたりとか、あともっとね寒くなると春カイロをお腹と背中でサンドウィッチする形でこう貼っておくと、それだけでねなんかポカポカしてすごくなんかこう動きやすくなるかなって思います。で、私がね冬気をつけてるのは、なんだろう、朝起きた時にちょっとだけストレッチをするっていうのを心がけています。そう、っていうのもちょっとこう筋肉をねこう準備運動させることで、筋肉をちょっとずつ動かすことによって、その日々の生活がこう動きやすくなるっていうのかな。なんか猫のポーズとかわかるかな、猫のポーズみたいな、こう何、正座して座って、特に背中とかがガチガチなので、前にこう倒れるような形で正座してウィーンっていうのをやるようにしています。そう、これするだけで結構ね動きやすくなります。体が軽くなるっていうのかな。あとこれはね朝動きやすくなる重要なポイントなんですけど、次の日の洋服をもう揃えてベッドの横に置いておく。
ていうのを私はやってます、冬はね。そう、そうするとなんか結構ね気楽に動き出せるっていうのかな、ちょっと焦らずにその動き出せるっていうのがあります。あとは着るものなんですけど、あの暖かくなる靴下とか暖かくなるあのタイツとかが売ってるんですよ。そうだからそれをね買ったりとかして、足元を温めるとすごくねこう寒さが軽減するっていうか、そういう感じがするので、私は足元重視でこう温めるようにしております。はい、まあ、こんな感じで今日いろいろと紹介したんですけど、毎年ちょっとずつちょっとずつ冬をねこう楽しめるように努力をしているという感じでございます。はい、やっぱね寒いけど冬長いのでやっぱ楽しみたいじゃないですか。そうなのでいろいろと工夫してやってるという感じです。今日はちょっと跳ねてますね。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。